超裕福な藩、紀伊新宮藩、金貸し、木材、木炭で圧倒的な利益。皆さんこんにちは。今回お話しするのは、一般的には知名度が低い新宮藩についてです。実は新宮藩の財政は江戸時代の藩の中で一番豊かで、3万石の表高に対して実情は何十万石というほど豊かな藩でした。その豊かさを支えたのは圧倒的なまでの天然資源になります。財源は江戸の木材需要の3割まで賄った熊野材や捕鯨や江戸の木炭相場を左右した年間10万俵もの熊野木炭でした。新宮藩は藩と名乗っており、石高としても3万5000石で藩の要件を満たしていましたが、紀伊徳川家の家老という位置づけでもあったため、大名という身分を立藩時に失ってしまいました。そんな日本一豊かな藩なのに、大名と名乗れなかった不思議な藩、新宮藩について今回は話していきます。合戦で武功を挙げて出世、しかし紀州藩の家老になったために大名から転落。水野重仲は1570年、水野忠和家の三男として尾張の国に生まれます。1600年の関ヶ原の戦いは大番頭として従軍します。1601年、従五池、対馬の神に叙任され、順調に出世していきます。その後、家康の十男、徳川頼信の後見を家康から託され、1608年に頼信の家老となり、日立国内に1万石を与えられました。頼信はまだ幼少であったため、水戸藩では重仲が国政に当たりました。1609年、頼信が駿河の国駿府藩に転封されると、同年12月22日に、重仲は遠江の国浜松城主となって、2万5000石を与えられました。大阪夏の陣では、天王寺岡山の戦いで御詰めとして活躍し、駿河、遠江両国内に1万石を加増されます。この時、水野家は3万5千石の大名として扱われていました。1619年、頼信が紀州藩に移ると、重仲は紀伊の国新宮に3万5千石を与えられ、頼信のお付け家老としてその補佐を務めることとなります。しかし、お付け家老という身分になってしまったため、大名としての資格を失い、陪臣、大名の家臣になってしまいます。陪臣ということで、身分としては旗本以下であり、名目上はお目見えの権利すら失ってしまうことになりました。この結果、幕末まで紀伊新宮藩は藩として扱われず、陪臣として扱われることになりました。超豊かな藩紀伊新宮藩、宝くじ、金貸し、木材販売、何でもござれ。紀伊新宮藩の財源は江戸の木材需要の3割まで賄った熊野材や江戸の木炭相場を左右したとまで言われる熊野木炭や捕鯨でした。藩では詳細のある藩士に命じて、江戸深川に木材新炭の商店を開かせます。そして諸国大名の江戸屋敷に木材を売りつけるように命じました。江戸時代の武士はプライドが高く、商人の真似事などしたくはなかったのですが、新宮藩では別だったようです。その結果、新宮藩主水野忠仲は、熊野の住屋というとても武士とは思えないようなあだ名をつけられました。その他、新宮藩の大きな財源になっていたものの一つに、日本一の金融機関熊野三山貸付所があります。これは今でいうところの金貸しなのですが、他の金貸しと違った部分は、熊野三山貸付所が幕府公認の金貸しであったという点です。熊野三山貸付所は8代将軍吉宗の頃、熊野権現の社殿修復を幕府に願い出た際に、吉宗から3000両の寄付を受け、日本国中から寄付を募る許可と富くじ工業の許しを得たことに始まります。富くじというのは江戸時代の宝くじになります。現代の宝くじよりも控除率が低く、また当選金額も低く、現代よりもはるかに当たりやすかったため、非常に人気がありました。しかし新宮藩の発想は一歩上手で、ただ単に富くじ工業を行うということにとどまりませんでした。熊野権現では三山を維持するためという名目で、熊野三山万人工の富くじ工業を開催しています。そしてその寄付で集めた10万両を元金にして貸付所を開きました。なんと寄付のお金をもとに金貸しの仕事を始めたのです。そして将軍吉宗のお声がかりの金融業なので、そこらの金貸しとは身分が全く違いました。
馬野三山と藩の共同で作られた貸付所は、貸付の対象が諸大名か旗本か王朝人など豊かで身分が高い人向けの金貸しでした。馬野三山貸付所の特徴としては、融資までのスピードの速さと無担保で貸付を行う点でした。証文1枚さえ書けば抵当がなくても貸してくれる。利用する方にしてみればこれほど便利な借金はありません。こうして熊野三山貸付所は繁盛を極め、当初江戸の芝に設けられた貸付所でしたが、繁盛するたびに新たな支店を作っていきました。京、奈良、大津、堺、新宮と支所数も増え、その都度利益も加速度的に増えていきました。融資も早く、担保もなしにお金を貸し付けるということでしたが、お金を回収できなかったことはなかったのかと疑問に思う方も多いと思います。しかし金貸し業には債権回収不能はありませんでした。背景には幕府が目を光らせていたので、少しでも焦げ付きそうな気配がすると自社奉行から役人が出向き厳しく取り立ててくれます。つまり天下の江戸幕府の役人が取り立てを行ってくれたのです。反対にお金を預ける大名、王朝人にしてみれば、幕府の保護を受けているこの熊野三山貸付所ほど安心できる投資先はありません。三山貸付業が最も盛んであった幕末の安政から文久にかけて、年間で粗利益が50万両ありました。それに引き換え、貸し出し、払い戻し、諸経費といった支出はわずか10万両余りでした。それゆえに藩主だけでなく新宮藩の家来は皆裕福な生活をしていました。ほぼすべての幕末の藩は財政難で苦しんでおり、借金の踏み倒しなどをしている中、新宮藩においては毎日豪華な食事を楽しんでいました。お金と権力を重ね、村替えを主君の藩に要求、やりたい放題の新宮藩。新宮藩領主水野忠仲は政治的権力と筋力を持って本藩の紀州藩を抑え実権を握ると、幕府をも動かし、長年の夢であった村替えを実施しようとしました。より豊かな村を手に入れることが忠仲の野望でした。安政2年3月、本藩の紀州藩領である木本方面の27の村と市藩の新宮領である有田方面の5の村との領違いが下知されると、木本方面の村々で足掛け3年にわたり本藩の紀州藩から離れることに猛反対し、村替え騒動になりました。反対した理由は、表向きには歴代藩主のご恩忘れがたく、村替えされるのは母から裂かれるこのようなものと嘆願しました。しかし村人の本心としては、新宮側の財税制に対する不信や猜疑心があったということでした。あまりにも長く続く村々の抵抗に、江戸の勘定組頭である吉田正太夫が村替え実施を命じられ、江戸から木本へ説得に来ました。その日、木本では極楽寺の鐘が鳴り、正太夫殿を突っ殺せと竹槍を取り、大変な騒動に発展しました。しかし正太夫は侍と百姓という身分を飛び越え、人間と人間として命を懸けて向き合い話し合いました。彼も忠義心に厚い迷信の一人でした。しかし必死の説得にもかかわらず、民意を動かすことができないことを察し、正太夫は藩令に背き独断で、村替え中止のことは身をもって引き受けると宣言し、村替え据え置きの制止を施行しました。当時藩令に背いた侍の責任の取り方は死をもって償う自決でした。正太夫も切腹を条件に村替えを止めることを決心します。正太夫が出発する早朝、正太夫の木本出立に文字通り一期一会になることを察した人々は、その熱い血に触れようと代わるがある正太夫を担ぎ、前後に大明神のぼりをなびかせ見送ったと資料に記されています。正太夫は江戸に戻り、村替えを中止させた後に江戸藩邸において切腹しました。紀州藩も新宮藩もこの一件を恥じ、以降村替えを行いませんでした。最後の藩主水野忠元は戦で活躍し、鬼水野と呼ばれる。ついに藩として認められる。新宮藩最後の藩主である水野忠元は、策謀家先制的であった父とは違い、謹厳実直であり、活発で度量も広かったため、周囲から人望を集めました。1866年、第二次長州征伐では、幕府軍の先鋒を務め、各地で幕府軍が敗れる中、忠元が率いる軍勢だけは、安芸の国佐伯郡大野村まで進撃するという大戦果を挙げます。単純な攻めだけでなく、武将としての器量にも優れていました。
幕府軍が撤退する中で連軍を務めますが、長州藩の軍勢は忠元の武勇を恐れて追撃できず、忠元は鬼水野と呼ばれ畏怖されました。新政府の維新立藩により、忠元は3万5千石の大名として認められ、新宮藩を立藩しました。ついに新宮藩が藩として認められた瞬間になります。1869年に藩籍奉還が行われると、新宮藩知事に任命されましたが、1871年の廃藩置県により免官されました。新宮藩が正式に藩として存在したのは明治維新後のたった数年に過ぎませんでした。しかし江戸年間で認められなかった藩としての地位を、明治になってから数年間とはいえ認められたことにより、水野家は男爵の地位を得ることができました。もし藩として認められていなければ、彼らはただの士族となっていました。ただし士族であっても圧倒的な経済力があったため、商人として成功していたでしょう。その後水野家は家族の家柄として繁栄し、貴族院にて活躍するなど、現代までその流れを継いでいます。今回のエピソードはいかがだったでしょうか。面白かった方はチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントをいただけると今後の動画作成のモチベーションになります。